マジかよ、ワニが襲ってきましたよ。どうもシュンス TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、私とそしてスーパーベビーとポリスステンチーでドラえもんミュージアムに行ってきました。そしてドラえもんのことをいろいろ学んできたので、これでなんとか作戦を立てれると思います。シュンさん、私もドラえもんの秘密道具についてかなり詳しくなりました。ぜひドラえもんに残りの秘密道具を出してもらって、のび太くんたちを救いましょう。そうですね、ポリスステンチー、早速隣の部屋のトイストーリールームに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ、ポリスステンチー。早速入っていきましょうね。おもちゃの皆さん、おはようございます。いやー、ドラえもんミュージアムに行っていろいろ学んできましたよ。うわ、すごい、ドラえもんが秘密道具を出してみんなの前でなんか喋ってるように聞こえるんですけども、ちょっとスマイリロックさん、一体これは何をしてるんですか？あー、シュンさん、ドラえもんはこの4つの秘密道具以外全部ロッツォに持っていかれたと言っていますよ。そうだったんだ。このタケコプターとスモールライトとタイム風呂敷と、そしてどこでもドア以外全部ロッツォに持っていかれたんですね。マジか。この残った道具だけでのび太くんたちを救うのはかなり難しいですね。そうですよね、ポリスステンチ。ちょっと待ってください。ジェニーちゃんが見当たらないんですけども。ちょっと待ってください。本当だ。ジェニーちゃんがどこにもいないですけども、一体ジェニーちゃんはどこ行ったの？あー、シュンさん、実は朝からジェニーちゃんどこにもいないんだよ。マジかよ。ジェニーちゃんがいないってやばくないですか？皆さん、ドラえもんの秘密道具は4つしかないみたいで、あとは全部ロッツォに取られてしまいました。そして朝からジェニーちゃんがいないって、何かあったんですかね？ジェニーちゃんさん、ありがとう、助けてくれてさ。おー、今ジェニーちゃんがスーパーベビーと一緒に現れましたよ。スーパーベビー、なんかすごい困ってるみたいなんですけど、どうしたんだろう？ママ、ちょっとスーパーベビー、ジェニーちゃんと一緒に現れたけど、一体どうしたの？いや、ちょっとさ、公園の川で遊んでたらさ、大きいワニさんが現れて怖かったんだ。大きいワニさん？それでジェニーちゃんに助けを求めたってこと？そうなんだよ、ジェニーちゃんがスクリーンロケーションで見ててくれたみたいでさ、助けてって言ったらジェニーちゃん来てくれたんだよ。そうなんだ、そうか、ジェニーちゃん、助けてくれてありがとうね。でもスーパーベビー、公園でワニが現れたってちょっとヤバくない？そうなんだよ、僕狙われてるかもしれない、すごく怖かったんだ。皆さん、スーパーベビーが公園の川のところで大きいワニが出たって言ってるんですけども、スーパーベビーもしかしたら狙われているかもしれません。ちょっと本当にワニがいるのか、そのスーパーベビーが言ってる公園に行って確かめてみたいと思います。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。はい、スーパーベビー、公園に到着しました。この公園で会ってるんだよね。この公園にワニがいたんだよね。そうだよ、ここだよ。ちょっと怖くなってきちゃったから逃げようかな。いや、逃げ出しちゃダメだよスーパーベビー。その秘密をちょっと探らないと、とりあえずワニを探したいと思います。いや、シュン先生、どうしたのスーパーベビー？僕ちょっとさ、ワニさん怖いから、これで遊んで待ってるからさ、一人で行ってきてくんないかな。ちょっと一人でってさ、もう分かったよ。じゃあスーパーベビー、ここでちゃんとおとなしく待っててよ。なかったらさ、ジェニーちゃん助けに来てくれるから大丈夫だよ。まったく、もうスーパーベビーは。じゃあ分かったよ、私一人で行ってきますよ。ワニ怖いな。いやー、ちょっととりあえずひたすらに歩いているわけですけども、ワニがいそうな気配はないですね。でもとりあえずちょっとここ目の前が川なんですけど、ちょっと映してみたいと思います。はい、ちょっと思いっきりですね、ここは水が流れているわけですけども、ちょっと待ってください。あそこの水面のところなんか見えませんでした？ちょっと待って、あそこにワニがいたような、ワニがいたような感じしたんですけど、ちょっとマジで。皆さん、ちょっとね、水面が反射しちゃってて見にくかったんですけども、今なんかワニみたいなもの見えませんでした？ワニみたいなもの、それに、ちょっと待ってください、ワニが出てきました。ワニが、あれか、スーパーベビーが言ってたのあれですよ。それ、おお、
今ちょっとワニが目の前で小さくなりましたけども、一体どういうこと、ちょっと映してみたいと思います。ちょっと待ってください。このワニです。このワニ、さっき水面から上がってきてすごい大きかったんですけど、一瞬で小さくなりました。しかもやばくないですか、これ本物ですよね、本物のワニですよね。うわ、ちょっと待って、小さくてもこれ噛まれたらやばいですよね。でもなんで急に小さくなったんだろう。シュンズ TV、 シュンズ TV。 ん？今の声って、おお、ベンソン、ベンソンなんでこんなところに、しかもスモールライトを持ってる。もしかしてベンソンがスモールライトを照らしたってこと？その通りだ。私はシュンさんとスーパーベビーの後を追って何かあるかと思ってスモールライトを持ってきた。そしたらワニが現れたからスモールライトを照らしたぞ。そうか、ベンソン、ありがとう、助かったよ。それにしてもあのワニって本物なんですかね。あれはおそらく偽物、そして大きくなっていただけだ。おそらくビッグライトでな。マジかよ。ってことはこれはきっとロッツォがスーパーベビーを脅かすためにわざとやったってことなんですかね。うわすごい、本当だ、本物のワニみたいですよ。マジか、ロッツがビッグライトを使ったってことは道具の使い方をちょっとずつ分かってきたってことなんですね。ママ、いやーこんにちは、何をしているのかね。よく気づいたな、私はビッグライトでワニのおもちゃを大きくした。そしたらスーパーベビーがとてもビビった。ああ、ドラえもんの道具の使い方がちょっとずつ分かってきた。そのおかげでまた新たにドラえもんの仲間を捕まえることにも成功した。ドラえもんの妹と聞いたぞ。このまま私がドラえもんの道具を使いこなせば明日にでもシュンズ TV を潰せるからな。覚悟しておけよ。ロッツォ、マジか、ロッツォがどんどん道具の使い方を分かってきてるみたいですよ、ベンソン。あのおもちゃのワニはロッツォにとってビッグライトの実験だった。そうだね、ベンソン、とりあえずあのワニは偽物っていうのが分かったのでスーパーベビーに知らせたいと思います。そしてスーパーベビーは危険なのでサニーサイド保育園に送ってあげたいと思います。ベンソン、すぐにトイストーリールームに戻ろうね。このピンチを知らせなければ。いやー、トイストーリールームまで帰ってきましたよ。ベンソン、スモールライトを持ってついてきてくれてありがとう。おかげでおもちゃのワニってことが分かりましたよ。いやー、みんな聞いてください、おもちゃのワニでした。それをロッツォがビッグライトで大きくしていただけでした。おお、ドラえもんがめっちゃ泣いてますよ。一体どうして泣いてるんですか。はい、シュンさん、先ほどスクリーンロケーションが届きました。そしてドラミちゃんも捕まってしまったそうじゃな。そうなんだよね、私もロッツォからスクリーンロケーションが届いて知りました。まさかのドラえもんの妹のドラミちゃんまで捕まっちゃったなんて、どんどんドラえもんの仲間が捕まっていきますね。このままじゃマジでやばいですね。皆さん、ドラえもんのほとんどの秘密道具を持ってるロッツォが使い方を分かってきたみたいです。これはマジでやばいことです。ドラえもんの秘密道具を使いこなしたロッツォはマジで何でもできて最強になってしまいます。残った道具と、そしておもちゃたちで一生懸命作成を考えたいと思いますので、それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。おいおい、ドラえもんの秘密道具をロッツォが使いこなしたら俺たちもやばいんじゃないか。このままじゃ明日シュンズ TV は潰されちゃうな。ああ、そうだ。俺たちだけでも逃げるか、ダッキー。そうだな。明日次第だな。ダッキー、バニーとドラえもんに提案。ジャイアンが捕まってたよね。だったらこっちの勝ちは確定してるよ。ジャイアンにアンティークショップでジャイアンリサイタルを見たいと言えばいいんじゃね。ああ、ドラえもんが言ってたな。ジャイアンの歌声ってかなりヤバいらしいな。そいつはいい案だな。でも、ジャイアン口塞がれてなかったか？ああ、そうだ。みんな口塞がれてた。血が塞がれてなかったら、できたかもしんないな。ダッキー、バニーに質問です。レックスとミスターポテトヘッドは仲良しですか？ああ、仲いいよな。そうだな。よくミスターポテトヘッドがレックスのことをいろいろ言ってるけど。なんだかんだ仲いいぜ。ま、俺たちの仲の良さには勝てないけどな。それは当然だ、ダッキー。おい、これを見てる奴ら。
チャンネル登録をするんだ。あと高評価もだ。してないやつは俺たちにとって敵だ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 。チャンネル登録しろー。